ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンです。吉木社長です。田山です。富吉咲人です。いやー、オープニングが変わりましたね。おお、確かに、はい、かわいらしい新規一転。うんうんうん、いいですね、これは、うん、はい、これはなんとね、瀬尾くんが作ってくれましたよ。おお、ありがとうございます。はい、ラジオイレブンの音楽家、ね、瀬尾くんが、うんうん、はい、作ってくれました、はい、これ何でしたっけ、せ、聖者の更新、聖者の更新か、うんうん、みたいな、はい、感じでね、はい、うん、まあね、普段から聞いてくださってるね、ヘビーリスナーの方、もういろんな動画をね、はい、そこのサポーターじゃなくても聞いてくださってる方は、うんうん、ね、オープニングが変わって、お、変わったってなってるかもしれないですね。確かに、いつもジャジャのやつじゃないんやみたいなね。そうそうそう、なってるかもしれないですね。うん、まあでもね、この他にもね、何パターンか作ってくれて、お、うん、はい、で、まあ前のジャジャのやつも織り交ぜながら、まあいろんなパターンでやっていこうかなと思ってるんで。はいはいはい。はい、まあ、完全に変わったわけじゃないんでね、安心してください。まあそこはあんま心配する人はいないと思うんですけどね。いないですね。はい、うん、まあなんかね、ちょっと反応を聞いてみたいですね。ああ、確かに。どうですかって、うん。どれが一番いいのかみたいなコメント欄とか教えてほしいですね。はい、はい。で、まあまあ、今日は、まあ、絶好調のベガルタ仙台について。すごい噛むな。ベガルタ仙台ね。はい。はい、うん、まあまあね、深夜も深くてね、収録時間ね、はい、うん、まあね、さっきもね、ちょっとおもろい話をしてたんで言わんでってそれ言わんでいいですか、うん、言わなくて、はい、ちょっと言えないぐらいおもろい話をしてた確かに、はい、その影響でね、こう効果がちょっと上がってるんですけど、ね、はい、はい、ちょっとね、引き締めてやっていきたいと思います。はい、はい、はい、で、まあ本当に絶好調のベガルタですけど、はいはい、5月に入ってから調子いいんですよね。おお、確かにここ最近すごいね、はい、勝ち点とかも積み上げたり、ルヴァンも含めてしっかり勝っているイメージですね。そうそうそう、ね、柏戦か、柏戦に勝って初勝利、はい、うん、そっから、まあ、浦和には負けたけど、そっからこうね、勝ちとか、まあ、川崎に引き分けたり、うんうんうん、で、まあ、今日もね、名古屋に勝って、はい、うん、でね、実はこの、ちょっと前にルヴァンで、広島に 3-0 で勝ってるんですよ。仙台。おお、はいはいはい、うん、で本当にね、エスパルスがお世話になって、あ、確かにエスパルスがそれで上がったんですよね。そうそうそう、はいはいはい、うん、エスパルスはマリノスに負けたけど、仙台が勝ってくれたからね、うん、突破できたんで、はいはい、やっぱ仙台本当に力つけてきてるなっていう、うん、ね、ここ最近ね、こう上位も引き分けたり勝ったりするっていうね、はいはいはい、うん、なんかもともとやろうとしてるサッカーとかはいいみたいな話してたじゃないですか。そうですね、はい、はい、うん、で、まあこの辺でね、結果がついてきたっていうところで、まあ、どういうのがね、その要因になってるのかっていうのをちょっとね、今日は聞いていきたいんですけど、はいはい、はい、まあ今日の名古屋戦の、まあ、レビューになりますかね。はい、どうでした、名古屋戦全体的には。瀬尾くん、まあ、しっかりチームとしての戦い方みたいなのが、うん、まあ、ここ最近まとまりつつあって、はいはい、こう開幕戦直後の時とかはこうトランジションで、なんていうんですかね、前行く人とボールつなぐ人でこう、うん、分かれちゃってるようなイメージがあったんですけど、うんうんうん、やっぱりここ最近はこう、チームとして動けてるなっていう印象ですね。うん。いや、特にトランジションとかは良くなってる印象ですか？そうですね。しっかりこう、ボールを大事にする場面と、しっかりフォワードに当てて、縦に早く攻めるシーンの使い分けみたいなのは、すごくうまくいってるのかなとは思います。うん、うん。なるほど。さきとくんはどういう印象あります？いや、やっぱもちろんそのやろうとしてるサッカーがちょっとずつできてきてとか、そういうこともすごいあるんですけど、はい、なんかその
作戦盤上の話とか以上に、うん、なんかそのやっぱ選手たちが自信を持って取り組めてるなっていうのがすごい試合を見てて伝わってきて、ほうほうほう、なんかそのやっぱ勝ててないチーム、勝ち点を取れてないチームっていうのはちょっとやっぱなんかネガティブな顔つきをしてたりとか、うんうん、なんかそういう、まあ、選手同士の声かけになっちゃったりとかっていう風になりがちやと思うんですよね、うん、あの、はいはい、青黒のチームとかそうなっちゃってるんですけど青黒の選手たちね、うん、青黒の選手たちちょっと今そういうなんか文句の言い合いになってるみたいなね、はい、記事も出るぐらい、ね、うん、ちょっとそういう状況に ね、はい、はい、うん、なっちゃってはいるんですけど、やっぱ仙台はそこがなくて、うん、うん、なんかそのまあそれぞれやっぱ指摘し合ったりとか、うん、そういうのあるんですけど、まあ、ただなんかそのポジティブにやっぱ自分たちのやろうとしてること、はい、まあ、勝ち点3を取るためになんかしっかりそれぞれ声を掛け合ったりとか、うん、っていうのの上で、まあ、やっぱ自信を持って取り組めてるなっていうのがすごい見えて、だなんかその下位に沈んでるチームとは思えないような前向きな印象を受けましたね、はい、うん、雰囲気がいいんですね。いやすごい良かったです、うん、はい、なるほど。じゃ今日の試合に関してですけど、はい、なんかどの辺がポイントとかあります？守備においても攻撃においても。まあ、基本的にはやっぱ瀬尾くんも見てたんで分かったんですけど、守備の時間がやっぱ長かったですよね、うん、まあ、うん、ただやっぱその守備の中でその仙台で僕見てて思ったのが、結構やっぱサイドハーフ、仙台の、うん、まあ、今日やったマルティノス選手と、加藤選手、はい、でまあ途中からねその中原選手とか出てきましたけど、はいはい、結構相手のサイドバックに対してついていくんですよね、うん、上がってくるサイドバックに対してもうついてって、うん、だからもうそのタイミング切り取ったタイミングとかによってはその6バックになってるような状況もあったりとか、なるほど、はい、っていうのはあって、そのだからモーリーニョとか結構そういうのやってるイメージなんですけど、うんうんうん、なんかそういう現象になったりもするんですけど、まあ、その中でやっぱ例えばミドルシュートとか、あとは、うん、まあ、結構だからピンチも結構多かったんですよね仙台は、うんうん、シュート打たれることも多かったですけど、ただそこは、まあ、遠いとこからのシュートとか、あとはディフェンダーが寄せれてる時のシュートに対してはやっぱスウォビック選手がいるっていうので、なるほど、はい、うん、まあ、だから結構スウォビック選手ありきっていうか、そのキーパーがいいっていうのを生かした守備をしてたなっていうのは見てて思いました、ね、アトレチコじゃないですかそれ。あー確かにアトレチコ、僕のイメージしてたのはけどモーリーニョのいたもうユナイテッドデヘアのイメージでしたね、はい、デヘアか、うん、デヘアは絶対譲らないですね、ここスオービックはデヘアでしたねなるほど、失礼しました、うん、はい、いい、はい、でまあね、そんな中でも結構僕の印象としては、あのフォワードでしっかり収まるとか、サイドで収まるっていうイメージがあって、はい、うん、攻撃されてる時もされる時間は長いけど、やっぱ前線に出ていけるっていうことも あると思うんですよ。はい、はい、うん、でその辺のポイントとかはどうですか瀬尾くん、そのポイントとなる選手とかは。まあ、今日で言うと皆川選手なんかは、うん、こうしっかり体張って、うん、こうまあ後ろ向きでもボールを抑えて、うんうん、で前向きの味方につなぐっていうのがしっかりできる選手なんで、はい、やっぱ皆川選手みたいなプレイヤーがいると2列目3列目の押し上げもしやすいと思うんで、うん、でまあそこに対して西村選手が裏抜けしたり、うん、っていうこの2人の相性が結構いい感じですね。おお、なるほどね、はい、だってね西村選手なんかはねもう代表レベルのポテンシャルはあるじゃないですか。確かに、普通に西村選手も収まってましたしね、うん、うん、やっぱ彼がいるのは大きいと思いますし、はい、あのカルドーゾ選手でしたっけ、はいはいはい、ね、途中から出てきましたね、はい、はい、今日途中から出てきましたけど、彼なんかどうなんですか。彼もそうなんですよ、結構皆川選手みたいにあんま身長が高いとか、はい、うんうん、なんかすごい迫力があるっていうタイプではないんですけど、うん、結構ボール収めれるんですよ、その相手背負ってる状況で、なんかね、はい、うーん、しなやかではない、しなやかっていう感じでもないんですけど、なんか抑えれるんですよね、うん、相手のセンターバックを。
なんか前に入るのがうまいんかちょっと分かんないんですけど、そのうまく相手抑えてボールキープして溜めて、はい、でそのまま上がってきたサイドの選手に展開したりとかっていうのがすごいうまくて、はいはい、だから彼もなんかそのやっぱ仙台ってそのさっきも言ったんですけど、サイドハーフがその相手のサイドバックについてって落ちちゃったりしたりする分、そのカウンターの時に前に人が少なくなったりして、うん、上がりを待たないといけなかったりすると思うんですよ、うんうん、っていうところで言うと、そのカルドース選手なんかすごいキープして上がりを待てる、その時間を作れる選手やなっていうのを見てて思ったんで、はい、だから結構期待できるんじゃないかなっていうのは見てて思いました、ね、あ、そうなんですね、はい、あのフォギーニョ選手もね、最近、うんうん、まあ、ちょっと前に合流して、はい、うん、最近は結構出たりしてますけど、どうですか彼は。どうですか、やっぱけどなんか僕はキングダムのモーゴーみたいな感じはしますけど、それかあのシェフィールドのマクゴールドリック、はいはい、ヒゲがね、うん、ヒゲがねヒゲがすごいね。ごめんごめん、もう一個じゃない、もう一個、もう一個はきつい、二個まで押す、うん、準備は2個まで準備は2個まで、うん、あれはどう、あれあの湘南のさ、うん、あのキングベル13世マスコットキャラクターマスコットキャラクターがあのダゾーンのハーフタイムによう出てくんねんあれハーフタイム、うん、マスコットキャラクター何回も出てくんねん、よう出てくんねんキングベル出てくるな、よう出てくるわ、うん、まあね、ヒゲが特徴的ですけど、うん、はい、どうですか彼なんかは。いや、なんか、思ってたプレイスタイルと違いましたよね、なんか、セオ君。なんかね、うん、もっとこう、どっしり、中盤の底で構えて、こう、うんうん、もうスペース潰しますぜ、みたいな、感じかなって思ってたら、案外動く。うん、そうなんですね、結構もう、ちゃんと守備で、その真ん中を抑える、442の真ん中でしっかり縦のパスコースとか切るような守備もするんですけど、ボール埋まったと見たら結構もうどんどん前にフォワードに対してサポートするのもそうやし、もうなんなら追い越すシーンもあったりとか、そうなんだ、結構縦横無尽に走り回るタイプでしたね、それこそね、はい、今日の先制点なんかは、うん、マルティノス選手をフォギーニョ選手が追い越して、はい、マークが釣られたところをシュートって感じだったんで、うん、しっかりこう結果にも関わって、はい、すごかったっすね。へえ、結構松下選手と会ったりするんですかね、相性的にも、うんうん、松下選手がこうね、ボールを左右にちゃんと散らすというか、うんうん、ボールを動かしてくれるんで、フォギーニョ選手はタイミング見て前線に攻撃参加して厚みをもたらすっていう、うん、そうですよね、結構いい役割分担できてるなとは思います。そうですね、結構ね、僕松下選手のボール持ち方好きで、うん、結構前から言ってるんですけど、はい、うんうんうん、結構好きなんですよね、ボールの持ち方とやっぱプレースタイル、はい、かなりしなやかだなって思ってて、はい、うん、まあ、もうちょっとね、J1 で経験積めばもっといい選手になるんじゃないかなってずっと思ってるんですけど、はいはい、うん、まあ、彼の存在なんかもね、やっぱ仙台の好調を支えていると思いますけど、どうですか。確かにやっぱね、うん、まあ、442ってこう、まあ、攻撃が単調なりがちというか、うんうんうん、まあ、どうしても守備に重点を置いたフォーメーションやと思うんで、やっぱそういうところで、うん、やっぱボランチの選手の何ですかね、テクニックというか、そういうところが結構大事になってくると思うんですけど、うん、はいはい、まあ、そういうところで松下選手がいるのといないのとでは、全然攻撃の、うんうん、なんボールの動き方が違うというか、うん、やっぱりそういったところで違いを作り出してる選手ですね。なるほどね。うん、あと僕がね、結構気になってるのは石原選手。うん、彼ね、清水ユースなんですよ。へえ、あ、そうなんや。うん、はいはい。結構見覚えあるなと思ってたら、うん。うん、清水ユースで、まあ、今シーズン結構出てますし、もともと、左サイドハーフとか前の選手だと思うんですけど、最近はね、はい、サイドバックとかでも、ね、守備的にも使われたり、
すると思うんですけど、うんうんうん、どうですかね瀬尾くん、この選手結構あれですよね、仙台ではまあ役割が結構あるというか、うん、うん、結構大事な選手ですよね。そうですね、やっぱりこうサイド攻撃が主なパターンになってくる中で、うん、もう左足で高精度なクロス蹴れるんで、うん、やっぱりそういったところで、まあ、攻撃でもしっかり仕事できますし、やっぱり J2 でも岡山と松本山がでしっかり試合数に出て、着実に経験積んでるんで、うん、球際なんかも強いですし、うん、そういうところでも戦えるのがやっぱいい選手だなって思いますね。なるほどね。瀬尾くんは結構仙台は好きな選手とかいます？まあ好きというか、まあ気にしてんのは右サイドバックのマセ選手。ああ、はいはいはい。結構ね、言ってますよね、マセ選手は。まあ僕同い年で、大学も同じ関西の大学だったんですけど、うん、まあ、関西選手権でしたかね、あれは。はいはい、はい。の決勝とかでこう、大学サッカー部の部員が、うん、こう観客としてスタジアムに見に行くみたいなのがあったんですけど、うん、それでまあマセ選手が反乱でプレーしてて、はいはい、もうなんか一人で右サイドを制圧してましたね。その頃からすごかったっす、やっぱ、うん、そういうプレー見てきたんで、うん、やっぱ J1 でこんだけ試合数出てんのすごいなって思いますね。うん、うん、確かにね、彼が結構ね出てきたから、あの八塚選手が左とかにね、うんうん、もうできるしっていう、うん、その仙台の厚みみたいのも増しましたよね、うん、確かに確かに、うん、まあね、本当にどうですか佐木田君、仙台は今後上がっていきそうですか？あーけどなんかほんまに最初にも言いましたけど、なんか下位のチームじゃない、うん、そのメンタリティっていうか、うん、っていうのがあるから、それこそマセ選手なんかもうなんかやっぱマルティノス選手がそんなにその守備は得意ではないと思うんですよ、うんうんうん、なんかその守備しようと意識みたいなのすごい上がってるんですよマルティノス選手自身、うんうん、あんまりもともと守備結構サボるイメージだったんですけど、結構守備で指示出したりとかするの多くて、まあ、ただ、その、うまくはないから、その守備が。結構その、オーバーラップしてる相手のサイドバックに、のマーク外しちゃうとか、っていうのはちょいちょいあったりするんですけど、そこをしっかりマセ選手がカバーしたりとか。みたいなので、その、だマルティノス選手も、その分攻撃、認識を持って、ゴールにも狙えるし、みたいな。っていうので、そこのなんか、補完関係みたいなのも、それ、取れてたりとか、だからさっきも、松下選手とフォギーニョ選手とか、あ、はい、なんかそのすごいバランスがいいなって思ってて、はい、だなんかやっぱクエンカ選手が抜けちゃって、まあそうですね、うん、そこのちょっとダメージみたいなあったんかなって思ったんですけど、まあやっぱ全然まだまだ戦える、まあキーパーもいいですし、うん、うん、全然戦えるんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、なるほどね、はい、まあ、うん、まあエスパルスとしてはね、仙台ちょっと怖いですけどね。あ、確かに、うん、こっから上がってこられるとね、うんうん、残留争い仲間としては、うんうんうん、やっぱヒヤヒヤするんで、ガンバとしても怖いですね、はい、うん、怖いとかじゃなくてね、もうえガンバの方が下なんで今お言うなって、はい、厳しい厳しいな、はい、ラジオイレブンはね、うん、もうあれですから、残留争いしてますからうん、だラジオイレブンに応援され始めたら気をつけた方がいいですよね、多分そうなん、え、けどトスは上がってますからね、うん、そうよ、確かに、うん、で最近は福岡もね応援してますし、ああ確かに、うん、特にサキト君なんかね、うん、そうサキト君なんかはね、お、すごい、何何どうしたんすか瀬尾君瀬尾君どうしたんすかどうもしないけどいや応援してんのだけど、いやまあやっぱ J クラブ全部ね、その面白いですからね、その、はいはい、毎週10試合ありますけど、その週末になると全部面白いですから、うん、やっぱ一個一個そのね盛り上がった試合は取り上げていきたいですよね、うん、まあ、そうですね、うんうん、本当に僕らがね
そういう存在になって、はい、まあ、試合勝った後にね語れる場みたいなのができたらね、サポーターの皆さんもね、うんうん、やっぱ嬉しいと思うんで、確かに、はいはい、うん、ぜひコメント欄でいろいろね、あの喜びのね感じとかをね、うん、はい、書いてってもらったりとか、確かに、はい、ね、はい、そういうのができたらいいなと思いますね。確かに、手倉森監督のグレーのね、スーツかっこよかったみたいな、そういうコメントでもねちょっと欲しいですよね。うん、うん、うん、あ、うん、まあ、ちょっとね、ちょっとしんどいか、うん、それは手倉森いじりしんどいな、ちょっと。なんてやねん、よちょいちょいしてるやんちょいちょいしてるやん、もうない、うん、はい、終わりましょう、まあまあ、はい、まあ、今日はね、はい、以上にしましょう。はいはい、エンディングです。はい、はい、エスパルスの前回のエスパルスの動画 の、はい、あのエンディングちょっと見てほしいんですけど、はい、ちゃんと差し込んでます。あ、え、どういうことですか、どのタイミングで差し込んだんですか。あのエンディングの BGM がちゃんとなんですよ。え、はい、この BGM じゃないってことですか。そうそうそう、だから、まあ、そういう試みもしてみたっていう。あ、そうなんや、勝手にそんな、ね、そんなチャレンジはしてるんですよそうそう、知らんところで、ね、うん、まあ、いろんなこうオープニングもそうだし、エンディングとかもね、いろいろ試してみたいですね。確かに、いや、ちゃんと差し込むってこれほんま、いや、発明ですからね、僕らの発明、うん、絶対パクらせへんからこれほんまにちょいちょいいますけど、そのパクってくる人たちも、うん、例えば、いや、それは言わないですけどパクってるんちゃうんって思うのありますけどね。あ、まあまあ、え、あの参考にしてるとかじゃないですか。ああ、そうですね、確かに、うん、そのね、その小さいサッカー界のパイを取り合うのよくないですからね。お互い高め合っていけるみんなで盛り上げていくのが大事だな、ね、だからコラボとかもしていきたいですよね。おお、いいですね、うん、うん、まあね、ちょっと緊張しますけどやってみたいですね、うん、そういうのも。確かに、だからね、ご連絡お願いしますはい、まあ、今日はそんなところで終わりにしましょうか。はいはい、はい、皆さんチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。ここまでのお相手は吉木社長と手尾とテニスアクトでお送りしました。バイバーイ、バイバーイ。